Let's get knowledge with fun. Get knowledge with fun. Get knowledge with, fun. Get knowledge with fun. ラジオ版学問のすすごいかかがですか田健ですこの番組はラジオ版学問のすすめ2010年7月に放送したもののスペシャルエディションです放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます今回のエキスパートは 漫画家のサイモンフミさん、著書、大人の恋力、そして再文庫家となった、同級生、東京ラブストーリー、明日の白書を踏まえつつ、あの時代の恋愛、そしてこの時代の恋愛、社会についてお伺いします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、 そしてあなたの人生を豊かにするために今日も一緒に「死の冒険」に出かけましょうイサイモン・フミ1957年徳島県生まれお茶の水女子大学哲学科卒業79年に漫画家デビュー83年に PS「PS 元気です俊平」で講談者漫画賞92年に「 家族の食卓アスナロ白書で小学館漫画賞を受賞作品著書多数近著は新潮社から出版のエッセイ大人の恋時間また青春三部作と称される同級生東京ラブストーリーアスナロ白書が文春文庫から再文庫化となった Let's get knowledge with fun ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ今回のエキスパートは漫画家のサイモンフミさんですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします、えー、新聴者からエッセイ大人の恋ら、そして、えー、文春文庫から同級生東京ラブストーリーアスナロ白書が、えー、再文庫化されて出版となっています、えー、まずはですね、えー、私も含めそのアラフォー世代には特に懐かしいタイトルが並んだこの再文庫化なんですけど このいわゆる青春三部作といわれる「同級生東京ラブストーリー明日なる白書」のこのタイミングでの再文庫化っていうのはどんな経緯だったんですもともと無償学館からコミックスが出てコミックスでもまあ小学館文庫のコミックで出てたんですけれども、はい、ちょうどビッグコミックスピリッツで連載した作品なんですけれどもつまりそうですねやっぱり今40歳前後の人が20代に読んでもらった作品群なんですけれども、はい、やっぱりこう年を取るにつれてなかなかこう コミック売り場とか行きづらくなって、ねはい、漫画から離れちゃって、そのまま漫画読み、読まなくなってるんですよね。で、そういう人たちにとって、あの、一般書籍の売り場で文語っていう形で手に持って取ってもらえれば、もう一回こう、 読みやすいんじゃないかって考えた時にその文春文庫さんの方からお話をいただいたんでああじゃあいいタイミングなんでお願いしますという形になったんで、ね、そうかじゃあ大人が手に取りやすいそうですね手にしてということなわけですねですからちょっとあの想定も漫画漫画はしてないの、はいうん、です、ね、ちょっとおしゃれな感じなですけれど <laughs> で、えーまあ、このね作品群はその漫画としてはもちろんなんですけどいわゆるトレンディードラマとしてもこう一世を風靡した 作品群なわけなんですがこの作品群に対してのサイモンさんご自身の思いっていうのはどんなもんなもんですか、まあ、同級生が一番最初なんですけれどもこれが29歳ぐらいでちょうど2人目の子供を私が産み終わった頃に書き始めて、うんえー、ちょうど育児と仕事が一番大変な時で。 なかなかそのまとまるのにも23年かかったぐらいで私としてはもう最後の青春ものみたいな感じで最後の青春ものはいほうほう自分ももう30になるし子供も二2人も生まれたし、はい、みたいな感じ、うん、青春へのレクイムみたいな感じだったんです <laughs> でもまあ結果的にはこのいわゆる三部作のこれがまあ最初になっちゃったんですよねはい、はいはいはい、でじゃあ同級生がまあそういった思いでとりあえず書いて、はい、でまあ出来上がったと、はいはい、でその後に まあ東京ラブストーリーに行くんですね。はい、えと東京ラブストーリーは、私の中では恋愛漫画の集大成みたいなものが描きたいなと思って、少年漫画だと必ずまあ少年、男性読者が感情移入できる可愛い男の理想の 女の子が出るわけじゃないです、ねはい、逆に少女漫画だと女性が憧れるかっこいい理想の男が出,、うん、出るわけですよね。王子様系が来るで逆にそうすると男の読者はちょっと少女漫画のラブストーリーは読めない女の読者は少年漫画のなんかアイドルの女の子みたいなのが出るのはちょっと読みづらいっていうのをどうすればより多くの読者に男女問わずに読んでもらえるラブストーリーが描けるだろうかって考えたんですよ。 でそれで考えたのがこの登場人物の4人なんですね<ー>その勘違い赤成香里美あと三上っていうのが出るんですけれどもそうしますと三上っていうのは女は好きだけども男が嫌い <laughs> で勘違っていうのは男が見ていいやつだけど女から見たらなんか優柔不断でみたいな感じ <laughs> でカンチを嫌いな人は三上を好きになる 三上を嫌いな人は感知を好きになる。逆は女は、理科を嫌いな女は里見に感情移入するし、うん、里見をちょっとうざい女と思うと理科に感情移入するっていうことで、大体、うん、全ての男女のパターンが網羅できるんじゃないかなるほど。ああ、それでもう全方位。全方位を考えたんですね。<laughs> 当時として。そしてでも集大成がそこで収束せず、はいはい、また次が出てきた。ただまあ、アスナル白書は恋愛者というよりは、はい 青青春春群群像像なんですねこれは青春群像ものそうまあ恋愛も絡んでますけれども、はい、恋愛以上に友情とかその若者とその取り巻く環境みたいなものも私の中でテーマとして大きいんですけれども。なるほどねじゃあその一口に、まあ、世間一般的には青春三部作というふうに言っちゃいますけど<ー>ご自身の中ではそれぞれ。 違う,こう位置づけが。テーマは違うんです。うんうんうん、ねでも、こう、一連のものとして、ね、で、本当にそれこそ一世を風靡した作品になったわけですが、はい、まあ、ご自身もですから、えっ、ー、と、同級生の時はは29歳ぐらいの時から初めてですね。ですよね。はい、ですから、まあ、当時、三十30代ですね、この。代。はい、うん、私が三部作を書いたのは。うん、はい。そして、まあ、作品、まあ、 が、あの、執筆されてる頃が、大体、いわゆるバブル期とリンクしてる。はい、で、ご自身も当然、そのバブル期の中で、当然生きてきたわけじゃないですか。いや、ところがですね、はい、本当に育児が一番大変な、30代だったんで、<laughs> はい、私、あの、東京の練馬っていう、ちょっと高価に住んでるんですけれども、 都心に出ることなくて、自宅と子供の通う幼稚園と近所のスーパーのこう3点をただぐるぐる回ってるだけの。<laughs> あ、そうなんですよ、ねはい。本当に知らないんですよ、バブルっていうもの。あららら。え、じゃあ、逆にでも、この中で描かれてる世界って、はい。 っていうのはじゃあ、ご自身のリアルな体験はあまり含まれてない全然ないですね、<laughs> 全然ない、ない,ない夜遊びなんか全然なかったですよ、あらららら,ら,らあ、そうですか、えー、一回だけその秋元康さんが、うん、あんまり私が世間知らずなんで、サイモンさんをバブルというものを教えてあげるよって言われて <laughs> で、当時のジュリアナというところに連れてってくれて、お立ち台に立ってごらんとか言われて、立って、それで記念写真撮って、<laughs> うん、そのだけなんですよ、<laughs> 私にとってのバブルの思い出って。 バブルの、おみでは、じゃあ、はい、ジュリアナの、お立ち台。その、あの一瞬だけ。みたいあの一瞬だけです。あ、そうなんですね。え、でも、逆に、じゃあ、そう、あの、ちょっと俯瞰した目で、バブルはご覧になってた、という,うな感じ、なわけですか。俯瞰と言いますから、まあ、ちょっと、かなり離れてましたね。おお、相当透明から見てる。ただ、あの、うん、原稿取りに来る、出入りする、編集者、たちが。うん まあいろんな、情報の断片みたいなものを教えてくれて、なんかプールバーって、プールバーって何って、<laughs> 泳ぎながらお酒飲むのみたいな。<laughs> <laughs> なるほど、なるほど。そうそう。それで私もプールバーっていうのに一回行きたいって言って頼んで、おーおーだから一回ずつね、うん、バブルの破片を見学には行ってますね。あなる,なるほど、なるほど。じゃあ本当に断片的に、こう、はい、局所的に行ってるわけですね。局地的に、こう、<ー>まあ、 一回は見たぞみたいな <laughs>、ね。プール場行ったらプールないじゃないかみたいな。ね、水じゃないじゃないかみたいな、そういう話だけどね。<laughs> はい、まあ、遠目から見て、えー、局所的にはいろいろとこう、行ってはいるもののというそれはまあ、ちょっと絵に反映はしてるんですけども。え、でもそうすると、その、サイモンさんご自身のバブル感っていうのはどうなんですかバブルがだから分かんないんですよね。ただ、あの、洋服として、やっぱりその時のドラマとかの、とかファッション雑誌のファッションを見ると、はい、やっぱりバブルだなっていうのは。 懐かしいですよね<ー>肩パットが入ってたり<ー>の髪の毛が <laughs> なるほど,るほどじゃあご自身がそれを袖を通したわけではないけどというないですけどもでも漫画描くので、うん、やっぱりこの服装とかはその時代の女の子のファッションを描かなきゃいけないんで、はい、ファッションショーもう相当ですからバブルファッションを描けますよあなるほど今でも多分あの、まあ、今回はねこれが再文庫化という形でまた、えー、いろんな人の目に留まることになるかと思うんですけどそのこれらの作品 に対するまあ、これに出てくるのは若い世代の、まあ、学生だったりとか、ね、その若い社会人だったりっていうのが主人公になってるわけですがその今の学生とか若い世代 の反応というのは、もう西郷さんのところに入ってきてますか、この作品に対するいや、ないですね、直接は全然、それよりやっぱり、40やっぱり前後の人たちからの声はよく届くんですああじゃあ、やっぱりその辺が本当に分厚い層としてなってるっていそれはどういうご感想というか、反応がありますか40前後の方の違った読み方ができたっていうのが多かったですね。20代の時に 読んだの時と今改めてもう一回東京ラブストーリーとか読むと全然違ったところに感情移入ができるようになっおあそうですかえ,え、えそれは具体的にはどういう変幻があるんですかねあるのかあの頃は里とみみたいな生き方は嫌だったけども <laughs> なんか逆に 今となっては理解ができるとかああそうかそう感情移入もそうだし読み込み方がちょっと違ってくるんですねうん多分そう思うんですけど、ね、はえ,ー、えそれはご自身その作者ご自身としてはそういう反応ってのはどうですかあもうどう読んでいただいても私は構わないんですけれどもうそ,うそれとまあなんかえー 若い頃の恋愛を思い出して懐かしかったっていうのが一番大きいですね。はでもそれは、まあ、かつて読んだ世代か、やっぱりそれがね、一番そういう感想を出すということなわけですね。はいえー、じゃあ逆にね、本当に今の若い世代、まあ、初めて触れるという人たちも多分多いと思うんですけど、はい、そういう反応もちょっと楽しみは楽しみですよね。そう、どう読むんでしょうね。<laughs> どう読むいですね <laughs>。ね。だからまあ、ちょっと後のパートでも触れると思いますが、<ー>その、時代設定とかも、 やっぱり環境が、社会環境は違うじゃないですか。歴史者として読むんじゃないですか。<laughs> <laughs> 時代交渉とか、こう、中訳読みながら <laughs>。なるほど。かつてはうう時代劇ですよ、これを。でも、ある意味、そういう側面は相当あるかもしれないですよね。はい、これだけ、やっぱり、速いスピードで環境が激変してると。はい かつてはこうだったのか。源氏物語みたいなだけです。注釈がないと、この単語の意味するものみたいな感じです。<laughs> あ、まあ、なるほど。それはでも、あり得る話ではあります、ね。ちょっと次のパートでそれをお伺いしたいと思います。let's get knowledge with fun.。さて、えー、まあ、順番的には同級生東京ラブストーリー、アスナル白書という、まあ、時系列になりますけどさ。 あのー、作品に登場するそのいろんなツールも変わってきます、えー、とこの作品の中だと「アスナロ白書」一番最後の方になってきて携帯電話が登場という時代なんですよね、はい、これがでもまだ十数年前ですもんね90年代の半ばまあ90年代頭ぐらいかはい頭ぐらいでまあでも20年は経ってないというか20年は経ってないですね,ですね十数年前ということですが、はいはい やっぱツールの変化のこの速さっていうのはただあの、まあ、携帯電話ができて、連絡は頻繁に取れるようになるわけですけど、でも逆に、自分の着信にすぐ出なかったとか、メールにすぐ返事が来なかったとかで、また恋愛っていうものは、そこでやきもきが始まるわけですよね。<laughs> だから、なんか指は変わっても、基本は変わってないんですよ。 本質的なところは、結局、向こうはどのぐらい私のことを好きかしら、彼の言った一言で、喧嘩しちゃったけど、どうやって仲直りしようか、あのこと本当はどうなのとか、そういう基本的なことは全然変わってないんですよね、じゃ使ってるものだけがでも逆に不安は増えてるような気がするんですよね。不安は増えてていいるつまり留守電にになったととかかメールの返信遅便利ササクク 言ってるように、思えがちですけど、必ずしもそうだよない。うん、あと、ね、やっぱりまだ地下で通じないとか、あるわけですよね。あと携帯なくしたとか。なん<ー>から万能じゃない、と思いますよ。までも、すれ違いは、ね、待ち合わせ場所で、すれ違いはなくなったのが大きいかなと思いますね。うん、そうですねだか、らそれこそ、君の名は状態はないわけです、ね。ないですね。もう、それはありえない状況な。ありえない、うん、ですね。もし、携帯やメールが。 あったならじゃあ例えばちなみとカモイくんとか幹事とリカとかソナル会のメンバーとかの恋とか人生の行方は、うん、ただイくんも千波もあの本当のことははぐらかす性格だからメールでも本当のことは書かないような気がするんですよね <laughs> そうかもしんないなだからやっぱり同じような恋愛だったと思います,そす、ね、<笑><笑>じゃあそ,のそこも本質的には <laughs> 本質的にはやっぱりね変わらないと思いますねうううん、うんん ただ、あのー、みんな忙しいですよね、今、携帯のおかげで。携帯のおかげで忙しい。結局、こう、メール打つ時間とか、ゲームする時間とか、いろんな楽しいツールが増えちゃって、<laughs> 恋愛に咲く時間が減ってるような気はするんですよね。相対的に恋愛にかけるエネルギー量が、はい。エネルギー量。時間とエネルギーを。で、どんどん忙しくなってるような気がするんですよ。効率的になるというのは、まあ、精神的に忙しそうな気はするんですよね、<laughs> 体ともかく <laughs>。<laughs> その恋愛において、 コミュニケーションがスピーディーに取れる、取れない。っていうのがね、まあ、やっぱり、その、こういったツールによって、相当。スピードには差があると思いますけど。はい、それぞれの良し悪し、どうですかね。うん、多分、それもやっぱり、そのね、性格で。うん、いくら携帯持っても、スピーディーでレ,レスポンスしない人は。<笑><笑> ししないわけですし、うん、で昔のあんなにこう不自由な時でも、うん、せっかちな人はしょっちゅう毎日電話かけるとかやってましたからーはーはー逆にでもその昔みたいに、まあ、今ほどすぐにはあの連絡が取れない方が思いの募り方が大きいとかっていうことはないですかね昔はねよく会えない時間が育てるのさみたいなありましたけど、うん、<laughs> でも今の人も忙しくてなかなか会えないんですよね。会っっててるるつもりになってるけど メールとかでメールとかで連絡は取ってるつもりですけど、うんうん、みんなそれぞれいろんなバイトをしてたり <laughs> なんかサークルしたりなんやりしたり、うんうん、で実際2人でじっくり会う時間っていうのはそんなに増えてないような気がするんでもなんかそれこそメールだったり携帯とかで連絡取り合ってるような感じにはなってるから会ってるみたいな疑似<ー>、ねうん、体験的な感じになってるじゃないですか。 それとやっぱりメールの限界みたいなものはすごく感じるんですよね。うん、メールの限界例えば、うん、まあ絵文字とかでなんとかこうフォローできますけども、うん、逆にこう行き違いも出ると思うんですよ、メールは。例えばいいはてなってやっていいって答えた場合にそれは OK なのかノーグッドなのか,か分かんないわけですよ <laughs> で、そういうことで私も仕事のやり取りとかもこうすれ違いとか出ちゃいますからね。やっぱり直接の、うん メールの言葉だけじゃなくて、相手の表情とか、声のトーンとか、結局、コミュニケーションってそこが基本だと思うんですよね恋愛とか、結局、何が楽しいかっていうと、相手の声のきがちょっと今日低かったわとか、彼のまなざしが熱かったわかとか、そういうところに、なんかすごい楽しいことがあるような気がすするんですよじゃあ、そのメールとかは、補助的なツールとして、あくまでも。 あるというあるのが恋愛のあるべきじゃないかなと思うんですけどね、うんうんうん、やっぱり直接会ってそこでのやり取りがなければと、はい、いう話なわけですねそこねそうですそうする、うん、とやっぱり文章のそうしたら、うん、巧みな人ばっかりがなんか悪いことできそうじゃないですかいろんな <laughs> あまあそうですね。を使ってとか <laughs> サイモンさんはまあ 若か,かりし頃というか、まあ、私もそうですけどその携帯がない時代にそれこそね20代30代送ってますけどどっちがご自身ではいいとか悪いとかってありますかそれは、えー、私は喋るのが苦手ですごい電話が今でも苦手なんですけどもだからメールができてすごい嬉しかったですねーメールの方が楽です私はいろいろでもそれは別にあのーうん これもやっぱり個別さみたいで、年代と関係ないみたいで、うん、うちの子二人とももやっぱり電話かけるよりはメールの方が楽だっていうんですよ、コミュニケーション、はいはい、でもうちの夫はメールなんかなんでそんなまどろっこしいことやらなきゃいけない、<laughs> 電話で済むことじゃないか、だから電話と <laughs> 派とメール派っていうのはやっぱり、やっぱりそれも個人差だないかなと思いますね。う サイモンさんご自身としてはメール結構ありがたい存在。私はありがたかったです。おじゃあ、かつてもしそういうツールがあったら嬉しくっていうかかなり使い込んでたかもしれない。私でもその回手紙とかハガキとかすごい出してましたね。だから文字派か喋る派かっていうだけだと思いますもう。それに対別されるだけだと、はい、<laughs> <laughs> それだったら、じゃあ私は文字派よというぐらいの感じ。そのぐらいです、ね。<laughs> あのー、まあ、この三部作の話にちょっと戻りますが。 原作者としてそれぞれの登場人物いろんなタイプの人たちがいますがそ,のそれぞれの登場人物の今どうなんですかねの物語が終わって今ということですか、はい、そうです、ね、うんあんまり考えたこともないんですけど、うん、人間の性格って基本的に変わらないんで、うん、その延長線上だとは思いますけどね東京ラブストーリーの三上は多分あのままずっとプレイボーイで女を追っかけて。はい ああ女にだらしない男のままだと思います。なんか最後の方でちょっと持ち直したかなと思た、はい。あの感心したかに見えますけど、<laughs> はい、あ,あんなの感心するわけないですよ。ああいう男は。<laughs> 一生、はい。ああ、そうですね。まあ、でも、なんかみんなハッピーになれるのかな。どうなんだろうなっていうのは。ちょっと読み。でもハッピーなんていうものはないんですよ。うんうん、一瞬のやっぱり。なんでしょうね。幸せな気持ちって。 永遠なものじゃなくて、やっぱりある日の、ある時の一瞬のものにしか存在しないと思うんですよね。うん、私は幸せというものは。うん、で、それを、ああ、今幸せだって感謝できる人が幸せを味わえるような気がするんです。常にこう、入れ動いてそうです流れているものだから、うん、あの、恋愛した2人が結婚した、じゃあ幸せかっていうと、そうとも言えないと思うんですよね。<ー>そこからまたいろんな。 曲折ががああありりり喧嘩も仲直りがありでどんどん時間が流れっていう中でやっぱり時々喧嘩もするけどまた幸せな一瞬が来る、うん、揺れ戻しのうんうん、うん、でそれを幸せと思えるかどうかっていうメンタリティそうです,うですじゃあまあ彼らねこの登場人物たちもそれを幸せと感じられるかどうかというそうですね感じられるのかなうん一応まあ そのぐらいは気づくぐらいのみんなあの感じ性は持ってるように性格づけをしてるつもりなんですけどもマダケンがお送りしている「ラジオ版学問のすすめ」今回のエキスパートは漫画家のサイモンフミさんですえ新潮社から「エッセイ」「大人の恋いから」そして「文春文庫」から「同級生」「東京ラブストーリー」「明日ナロ白書」が再文庫化されて出版となっています さあ、あの、後半は、その、もう一冊のエッセイの方の話をちょっとお伺いしたいんですけど、これは、まあ、当世、大人の恋愛事情といった内容の感じですが、えー、まあ、詳しいことは読んでいただいてという感じになるんですけど、まあ、かなり、えー、一言で言うと、赤裸々な恋愛事情が満載という状況なんですけど、これは、もう、実はベース。 はい、えー、っと、もともとは、あの、小説新潮という雑誌で、毎月の連載で書いてて、恋の種というタイトルで。恋の種はい。はい、それは、世に恋の種は月まじという、ものからいただいたんですけれども、<laughs> はい、なぜかこう、昔からいろいろ私のところには、ね、恋の話を聞いてっていう人が、男女問わず集まってくるんですよね。ああ、それがどんどん集まってきちゃった。どんどん集まってきちゃったんで、<笑><笑> でせっかく集まってるんで、はい、これをまあ、じゃあね、ネタに、エッセイとして、読み物として、毎月書いていこうっていう、始めた連載がまとまって、今回、単行本化されましたという感じなんです。はいうん、じゃあ、本当にじゃあ、これはサイモンさんのところに集まってきた話が、もう全部、元になってると、はい、そうです。はい、<laughs> じゃあ、基本、実はなんです、ね、あ基本そうです。みんな、ノンフィクションだった <laughs> あの、色付けなり、かなり、再構成なりはありますけれどもはい、はい。まあ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 。でも本質的なとこでは。完璧な嘘はないです。ええー、そうですか。なるほど。いやー、皆さんやるもんですね。意外な人が意外なことをしてるんですよ。<laughs> これはかなりびっくりするぐらいの、やるもんだな、的な話が多いわけですが。そんな情報をガンガン入ってきて、サイモンさんご自身は、 え、またこういうパターンとかっていう驚きの連続だったりするんですか。そうですね。その驚いたものをよりすぐって。 エッセイ化してますので、割と普通のほのぼのした話は、こんなものがちょっと、<laughs> この裏にはもっと膨大な、そうです、膨大なあ、すごくちょっといい話とかは、別にこんなの面白くないじゃない、<laughs> 読んで、みたいな、私がこう、狂い分けちゃうもんでいや、でも、そうよりすぐっても、これだけのね、それでなぜかその、私に自分の恋話を打ち分けた人が、うん、私の友達にもっと変な人がいるからって、どんどん連れてきてくれて、呪術なぎで、どん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 、さらにすごい人が集まってきちゃうんですよ。<laughs> あとあのー、一人結構これは一人の人が何パターンもこう恋愛を繰り広げるんですけどうん、うん、何か起こす人って一生何か起こすんですね。 で何にも起きない人って全く起きないわけですよ、はあ、それは分かったんですけれども、はあはあ、何か起こす人って、100人のうち98人がそっちに行かないよっていうのを、はあ、でも面白いからって言って、そっちを必ず選んでいくんですよね。はあはあ、で、はあ、そういう人の周りには必ず何か起きますねある意味、自業自得と,というか <laughs>。この中でもちょっとエピソードで出てるんですけれども、芸の人たちを集めて、なんかこう、話を聞いたら、芸の人たちはみんな、 同じこりよっていう。<laughs> <laughs> なるほどあまあでもそういうねそういう思考回路の人はもうそうなるんだという話ですね,そう,ねそうですね、うん、そういう人じゃないとなかなか巻き込まれはしなくて、うん、やっぱり全然巻き込まれない人たちもうん、うん、穏やかに暮らしている人たちももちろんいるんですけど、うん、その穏やかに暮らしている人の中にやっぱり眠っていた潜在が 意識が引き起こされて、とんでもないことをするのが、ずっととんでもない人よりも。やっぱりびっくり仰天しちゃうんですよね。そのギャップがあるだけに。ギャップがあるだけ。え、こんな普通のおばさんが。 この普通のおじさんが <laughs> そんなことをしたのって、それはやっぱおもいですね。で、漫画家としてものすごい自分の空想と妄想で物語を作ろうとするけども、そのために、あまあ確かにね、その100人のうちの2人の話だったら、まあ、すごいことをもういっぱいやってんだろうけど、<laughs> でもある程度、それは予定調和というか、はい、まあ予測はつくなわけですね。はいはい とこころがどっこい、はい、<laughs> 本当に田舎の地方都市で平凡な主婦として、20年生きてきた人がある日突然、うんうん、恋に出奔みたいなことが <laughs> <laughs> あるんですよ、ね、えそれ、なんでもそれ昔からあるんですよ、<ー>昔から近所で、ええ、あのね、八百屋のおかみさんが、なんか隣のおじさんと家出しちゃったみたいよみたいなのは、近所たんで昔からあるんですよ、そういう人事例としてあるわけですよね。そ、うんうん、それはななんでそこをいきなり 違うう大逆転がが起ききちゃうそののななんんかか引き金みたいなのがあるんですかね何なんですか女性の場合はまあ割とこう普通に生きようと思う人はまあこうちゃんとある時期が来たら結婚して家庭を持ち子供を育てて夫に仕えてああまあちょっとね老年期に。 達しましたっていうのが、まあ、割とこう一般的な考え方ですよね。うんはい、で、自分もその形にはめようと思ってきて、で、子供が育った時に。あ、自分の人生で何かやり残したことがある。 って気づいてた時に人生は思いっきりよと思った人とまたそこで別れるんだと思うんですよねポテンシャルとしてはかなり等しくみんな持ってる持ってると思いますそれでやっぱりなんだかんだって言って日本の女性ってまだ結婚とか男社会にある程度枠組みの中で自分を押し殺して生きなきゃいけないわけですよねで結婚相手を見つけるまでは結婚相手にお嫁さん候補として選ばれるためにある程度こう可愛らしい少女っぽさを全面に押し出して生きてきて子供 子供が生まれた後は、とにかくいいお母さんになるために、子供のために。なりふり構わず、おばさん化して、立派に子供を育て上げるわけですよ。で、少女期を過ぎて、おばさん期を過ぎると。女の第三ステージがあるっていうのが、この本にも <laughs>、ちょっとエッセーにも返したんですよね。うんはい、その女の第三ステージは、何かというと、そういう社会的な。その可愛い女とか。あの、ちゃんとしたお母さんっていうのを卒業した女性が。 本能ととしての女を取り戻す時期というふうふにじゃあ第一ステージ第二ステージはこう自ら望まない部分もやっぱり受け入れなきゃいけなかったというそういうやっぱりストレスというかがあって、はいはいまあ、本人もでもストレスとは思わずに多分納得づくだと思うんですけれども よくよく考えてみると考えもしなくて、やっぱりね、動物だと思うんですよ、人間は。で、人生のうち、どっかでそれが出ちゃうんじゃないかなやっぱりそれはみんな持ってる、本質的な本能的な本能はみんな持ってると思うんですよ。だって、幼児とか本当、動物ですからね、本能のままにじゃあ、なんかのきっかけでそれがちょっとこう、プ行っちゃったた時に、カーンと行く人と行かない人にまたそこは行くと思うんですけれども、そこでじゃあ、 じゃもういいや、人生を思い切りよって思った人は、私はね、すごいと思うんです、ね、あそれが、でもやっぱりその見てても、おお、こう来るかって、い驚ききは大きいですねそうね、かなりいろんな事例がこの中にあって、はい、びっくりしますが、あでもやっぱりそういうとこなんですねその、本当に本質的には皆さん、何かしら、多分あるんだというところなんですよ、人間として、はい、まあ動物として。 だから私とはもうね、定食に生きてきて、無関係よって言ってる、でもあなたの奥底には多分同じものが <laughs> 潜んでるんじゃないですかっていうふうなことは、なんか思います、ね、いや怖い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 、だからそれが、韓流ブームとかすごいわけじゃないですか。あは,はいそうでですねでものねもの こう、上品な奥様方がキャーとか言うわけじゃないですか。で、日本のスターには行かないですよね。うん、ねアジアスターに行きますよね。なぜかっていうと、アジアスターは、セックスアピールがすごいんですよ。うん、それで、やっぱり、女性を見るときの目の力とか、すごいですよ。ああ、もう、行っちゃうい閉じ込めてた蓋が多分ずれちゃうと思うんですよね。で、そこに眠っていた本能が、こう、ふわーっとこうずれた蓋から。 はあ、出てきた時にうん、うん、ハンリュースターに追っかけたり同窓会の昔の彼氏に会ったりでこう <laughs> いろんなことが起きてる人たちもいるという今の世の中だなっていう<な>そのままを書いたのが大人の恋時間ですこれはじゃあでも女性だからですかいやでもこれあの男性の話も、うん、結構ストーカーにまとわりつかれた男とか浮気を繰り返す男とか。うん 今の情けない装飾君とかも一応触れてるんで、うんうん、基本的に私が面白いと思ったのをなるべくこう私の感情を入れずに提示して見せるみたいな感じで書いてるつもりなんです、ね、そうですかじゃあその本当に動物としての根源的な部分の元ものだからそれはあんまり 例えばそう今世相的になんかちょっと不況だったりとか暗かったりっていう部分あるじゃないですかはい、はい、でも、ええ、そういうとこではそんなにそこでは左右されないものなんですかねじゃ世相はそのこういった恋愛に影響をそんなに与えないもの本能的に生きてる一派は生きてますちゃんと激しく <laughs> 世はいどうあれ,、はい、どうあれ関係なく我が道でうん、うん、はいやってますしうん、うん、じゃあでもねその例えばちょっとこう閉塞感があるから逆にこう打ち破りたいみたいなそういった そういうエネルギーはあんまり感じないですねでも特に若い人っていうのはただ私たちの時代に比べたら傷つきたくないいいい感感情がすすごい強いっていうのは感じます自分の子供たちを見てもうち子供二28と24なんですけれども異常にやっぱりそうですね 傷つきたくない傷つきたくないんで、うん、その子供たちがこう友達とこう会話してるのをそばで見ると、非常にみんなこうお利口に会話が回っていくんですよね。むき出しにならないそうです、表面的な気持ちいい会話がこうずっと、うんあ、そうだよね、かわいい素敵、敵どこで買ったの、それ、うん、ありがとうとか <laughs> 延々と回してる感じで。うんうん こう本音のそれダサいみたいなことはいかないわけですよねす私たちの世代は逆にお互いを荒探しして攻撃して <laughs> 鍛えてそれでままあ免疫力もついてい免疫力ついてたくましいおばさんになっていった世代だと思うんですけどね、うん、なるほどなるほどえじゃあその今のいわゆる草食も含めてその若い世代っていうのはそれがない状態でずっと来てる傷つけ合うみたいいいななのははと思います、はい、それは あの教育とかもそうですけれども、うん、なんかこう均等化がいいみたいな感じで突出、はい、することがいけないみたいなところで運動会もみんな走ったら同時にゴールしようとかう運動会もお弁当を外で食べたらお母さんが働いてる人はお弁当食べられないから子供は教室でお弁当食べましょう親は学校でお弁当運動会でお弁当食べないでくださいみたいなのでーええー、とか思ったんですよね。うでそうやっててなるべく均質化して人間の むき出しなものから目を背けるような教育になってたと思いますね、うんうん、でもね、そのこと恋愛ってことになると、うん、それはもう、もろむき出しの世界じゃないですか。すね、だからそこに与える影響は、かなりこれはまずいんじゃないですか、そういう。ですからこう、なかなか恋愛まで踏み込めない、怖いみたいな人で、で、確かにこうアンケートとか見ると、今、彼氏いません、彼女いませんっていうのは、 多いんですよね、うん、それはやっぱりこういうどっか踏み込んだところまで行くのが怖いんでそれなら恋愛なんてものに近づかない方がいいやっていうふうに<は>頭の中だけでやっぱり膨らんでるのかなとか<は>特に息子たちの世代は思いましたね。そうです危うきに近寄らす状態でこう透明に見てるみたいな。 それと私たちの時代って恋愛ぐらいしか楽しい娯楽なかったんですね <laughs> でも今すごい楽しいんですよね <laughs> ゲームあるし <laughs> お店もたくさんあるし <laughs> カラオケもあるし <laughs> <laughs> じゃあそういうリスキーなとこに飛び込まなくても別にいいかなって思えちゃう <laughs> と思いますね <laughs> はは最後の文的には有識光景に移りませんか無理にこう飛び込むこともないけども<笑><笑>私の提示は あの、恋愛もすごい傷つくこともあるし、辛いことも多いんですけれども、それを乗り越えた時の、なんかマラソンのゴールみたいなことですよね。<laughs> そんな時に、<laughs> はい、その、お二人の本当に好き同士が心の通い合った一瞬っていうのは、やっぱりこれは人生において、 味わっておくべき最も楽しい、幸せなことの一つだと思うんで、<ー>死ぬまでにそれを味わわないのは、まあ、不幸じゃないかな、<ー>損するよみたいな、もったいないぞ,もったいなぞぐらいの、まあ私としては、<ー>まあ感じですねその、まあ、ゴールした時の達成感は<ー>、まあ、楽しいゲームだったり、いろんな面白い店の達成感をはるかに超えるものであるということは確かよということ、ね、そうですね,ですね恋愛にに限らずでもいいですけど本当に大切な 愛する人のためだとエネルギーが生まれるんですよ。全てに対する。で、自分はなんか何をやってもダメだっていう若者多いじゃないですか。でもそれはやっぱり自分の力はまだ全然出てないと思うんですよね。カジマのバカ力じゃないですけれども、うんうん、やっぱりものすごい人間って秘めたるパワー、そのさっきのね、はい、中高年の <laughs> 本能もそうですけど、はい、まだやっぱり人間のその未知のパワー、 はあると思うんですよね,ねこんな力あったんだっていう、うん、それは自らが一番驚く部分かもしれないですからねう、えーうん、じゃあそれを開発発展させるものとしてもやっぱり恋愛がかなり恋愛はいいきっかけになると思います、うん、だからその嫉妬とかするのすごい苦しいんですけどもでもそういう嫉妬する感情が自分にもあったんだって気づくこともできますし、うんうん、人として生きていく上での、うん、非常にこう強力な動力 保証動力になりうるエネルギーのそうですね、はい、源にはなりますねじゃあやっぱりこれいねいろいろとこういったあの事例もたくさん読んで、はい、あの若者よ声をせようとまあし,した方が楽しいこともあるよみたいな感じぐらいで白いまもいですでもね「白いよ」じゃなくて、うん、やっぱり人好きになるって理屈じゃなくて なんか気になるなっていうのが恋の始まりだと思うんですよね。うん、別にルックスも好みじゃないし、うん、そんな性格もそんないい男じゃないし、でもなんか気になるのよって言ったら多分それ恋の始まりですから、ちょっとその辺からちょっと未知の世界を探ってみてはいかがでしょうか。<笑><笑>はい、わかりました。あの、サイモンさんはなんで、 恋愛の巨匠になり得たんですか。いやそれはね、私もよくわからないんですけれども、あのまあ漫画家なんで、すごいまあ漫画はずっとまあ三十年書いてきたんですけど、恋愛漫画ばっかりを書いてたわけじゃないんですよね。うんうん、基本的にまラブコメでデビューしたんですけれども。はい 私のテーマっていうのは、やっぱ人と人とのコミュニケーションであり、うん、人と人の心が触れ合った時の温かさとか、あの、人間関係がテーマなんですけれども、話題になったり、売れたりするっていうのは、恋愛を扱ったものになっちゃうわけなんですよね。ですから読者が、はいうん 恋愛を選んんでるんだ読者が恋愛を好きなんであって <laughs> 私がそんなに恋愛を好きなわけではない。選ばれてるのがたまたまそっちのものが多いということですね。で,すねでもね先ほどの話にもありましたけどそのなぜか自分のところにそういった恋愛話だったりとかが集まってきちゃうと吸引してるみたいな、はい、それはなんでだと思いますか、えー、中学高校の頃から、うん、まあ で大体まあ、恋バナとかキャーキャキャキャ言うわけで。で、女の子同士ってやっぱり本当に表面的な、いい加減なこと言うわけですよ。なんとか君っで私を見たから私のこと好きかなってたら、絶対好きよ好きよとか言うわけ、みんなが周りが盛りたいけど、私は、いや違うよ。それは誤解誤解とか言って、錯覚錯覚って、割真実をね、言っちゃうんで。なるほどなるほど。それはすごく、やっぱり私の方が正解だったりするわけですよ。そうすると。そうするとなんか、言ってること当たってるみたいな。ただ単に冷静にみたいな。 そんな,なんかね、性格的に子供の頃から、本当のことを言わなきゃいけないと思ってたんです、ずっと、人間は正直でなきゃいけないでこう、社会性がないんで、人を傷つけても正直なことを言うことの方が、人として正しいと思って、10代生きてきて、すっごいそのせいで、私は社会とのこう、あつも多かったんです。 50歳でようやく分かるようになって、<laughs> それまで本当にやっぱり、正直さが人間の最高位にあると思ってたんですよ、ね、あまあでも、だめなものはだめと言ってたんですよね、えー、でも、それは一方でやっぱり、その診断力を見極める目がないとできない話じゃないですか。 いや、そこまでなくても、誰が見ても、そう。わ <laughs> <laughs> かるじゃないみたいな <laughs> でも、あの、漫画だと、それじゃダメだから、うん、何の取り柄もない主人公が、すっごい可愛い女の子にす好かれたり、うん、もう、ドジでダメな女の子が、その、バスケットボールのキャプテンに好きだよって告白されるのが、うん、漫画としてのラブストーリーといえば大ヒットするわけですよね。で、私は、 それはやっっぱり嘘だと思ったんで,すで違うって <laughs>、うん、逆にそういう漫画を読んで育ってきたんでそういうのじゃない漫画を書きたいなって。 っていうのはありました<ー>だから私の漫画は最初はすごくあの反発も多くて<ー>こんな現実を叩きつけるようなね <laughs> 辛いものを漫画でまで読みたくない <laughs> 現実が辛いのに<ー>みたいなことは言われたんですけれどもでもそれは逆にそれが現実だからみんなうもう痛,痛,み痛みが伝わってきちゃうみたいな、うん、痛みはあるけども、うん、その分でもさっき言ったように一瞬の幸福は必ず訪れる、うん、でも私がそれが私が見てきた体験した 恋愛であるからやっぱりそれはそれ以外の話は書けないんですよね都合のいいものっていうのは,ーはーそれはもうだから本当のことしかまあ言ってみれば書けないということですよねまあ事実である必要はないけれども恋愛の本質っていうものはやっぱ外せないですねあの先ほど結果的にご自分の書いた恋愛ものが特にフィーチャーされるような傾向があってそう見られるけどという,うでもそれは逆に言うとその恋愛ものがそこまでリアリティがあるから 支持されるというう部分なんでしょね家族の話とかも書いてるんですけどね。そこにはリアリティが見のせってなるのそんなことはないですけどね。そんなことはないででもまあ、あの、恋愛の部分な、リアリティが多分一番、こう。でもね、ある作家の人と、まあ女流作家の人となんか話したんですけど、やっぱり人間はエロには引きつけられるよねっていう話になって、やっぱ恋愛は、 あるんですよねエロティックな部分っていうのは、うんうん、やっぱりそれは人を引きつける重要な部分だと思います、うん、そうですねほんほんじゃあその辺のやっぱり密度というか濃度の部分もあるかもしれないですねその注ぎ込んでるエネルギーまあ家族もないですからねエロが <laughs> 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 家族でエロあったら大変ですからね <laughs> <laughs> それはそれで問題最後かもしれない <laughs> <laughs> それはちょっとかなりねちょっと別のベクトルになっちゃいますはい、はいはい、あのー、まあそういった意味でその長年もねですから20年30年とずっと まあ、テーマは恋愛だけじゃないにしろ、はい、そういうのを描き続けてこられて、はい、そのご自身が恋愛から学んできたことというのは、どういういことですかあの恋愛っていうのはその、さっき驚かされるっていう話もしましたけれども、うんはい、まあ割とこう共通に誰でも体験する経験でありながらも、個別さが激しすすぎるんですよねあ<ー>こんな面白いものはやっぱりない。 で答えもない、正解もない、過ちもない、だから面白いんんだと思うんですね全部が個別、本当に、ここ、ここで、それでやっぱりその人自身が出ちゃうんですよね。 うん、恋愛になると、うん、こんなに社会的にこう冷静でチームあり立派な人が。なんでこんな女に走るみたいな。<laughs> なんかそういうのがね、<laughs> <ー>引きつけますね。ああ、そこは本当に嘘がつけないというか。あ、はい、本当に出ちゃう。出ちゃう。ですから、あのー、うん、麻雀とか車の運転でその人の本質が出るみたいなのは近いと思うんですけど、ね。なるほどね。それよりも、もっと、もっと赤裸々にむき,<ー>き出しに欲望が出ちゃうと。ああ、まあ、自分を見つめるには、これほど怖いものはないかもしれない。 そうですね。<ー>で、自分が意識してる自分と違う自分が出ますものね。あ<ー>だから、意識の中ではあんな男好きなわけないじゃないと思っても、なんか気になって、気になって、なんかドキドキしちゃうのみたいなことをきっかけに、自分自身を見つめることもできるわけですよ、ねあ。後追いで自分がこれ気づくみたいな、そうです。あそれのなん、なんでなんだろうっていうことを考えるん。そう,はい、<laughs> そうか、それはね。それはなんか面白いですね、個々いろいろ話聞くと、なんかやっぱり。 顔だけ見るといろんなタイプの恋人がいたように思うけども、うん、共通点がなんか変なところで、実はメガネがポイントとか、<laughs> 声のいい人とか、あ,<ー>あと髪の毛の多い人とか、なんか変なね、<laughs> ポイントがあるんですよ。そうじゃあそれは、こう、<laughs> 後々、こう、なんか、ね、全部出してみて。人生を振り返るときに、バラバラに見えながらも何かこう、うん これだったんだ。これだったんだってなんか自分でなんかこうチェックすると面白いかもしれないあそうですよね。でも本当それはそれまで自分も気づいてないだろうから、あそうだから結局自分の過去の恋愛を振り返るってことは自分自身を知ることなんですよね。なるほどなるほどそうかじゃ私なんかでメガネの男が好きなんですよ。そうですか。やっぱり三十なか結局ね父親がメガネだったんですよね。メガ男はメガネをかけて男っていう子供幼少期がこう親しみやすかったんでしょうね。でもそれは当然その 若い頃はそうとは気づかずに気づかなかったです。<ー>なんかメガネの人いいなと思ってたんですよ。うんうん、えそれがじゃあえでもやっぱりメガネだったんだって確認できたのって最近の話ですか？最近の話で、あのメガネ男子とかはいいう前から私の漫画必ずメガネくん出てたんですよ。<laughs> あすね、アスナラクショもあの鳥出くんメガネですし <laughs> <う>同級生はアスカさんっていう。 のがメガネなんですよ。<laughs> で、やっぱメガネ好きなんですね。<laughs> メガネ男は,ーは,ーは,ーはー。ははじゃあそれ書いてにもかかわらず、その時はあんまりそれを自覚せずに。 じじ自分自身のこだわりと思わなかったですねえ実は砦くん私みたいな私は砦くん好きだったんだな眼鏡くんが <laughs> それもすごい話です、ね、うちの夫と結婚した理由も眼鏡だったからかなと <laughs> 思いやす <laughs> まあでもね大事なっぽいトですからね眼鏡 <laughs> 好きなんですねそうなんですかじゃあね自分で洗い出してみると面白いかもしれないですね、はい、自分で本当に気付けるということではいあのー、まあでもそれ以外のテーマもいろいろとということで最近の中 テーマとしていいるような部分っていうのははありますか、はい、仏像っていうものが結構私気になって仏像仏像が30代半ばぐらいからすごく仏像が好きになって、うん、実は仏像入門っていう文化春秋から仏像の本も出してるんですけど。はい なんか突然仏像好きになって、うん、結構仏像を見るようになったんですよ、えー、でそれをきっかけに、うんはい、結構奈良とか京都に行くようになって、うん、お寺とかうん、うん、京都の街の佇まいとか日本の古いものがすごい好きになって、えー、骨董とかも好きなんですはあ、はあ、えなんで仏像だったんですかね結局漫画でこう絵ばっかり描いてたんで、うん、平面じゃないですか、はい、である時三次元の巨大な仏像なんですけども それは博物館にあった閻馬像かなんかだったんですけども 3D でリアルで迫力でびっくりしちゃったんですよこんなものがあったのかでそれまで仏像って見たことなくて知識として奈良の大仏鎌倉の大仏ぐらいのイメージしかなかったのがなんかすごいな仏像って思った時におーおーあと運慶が彫ったすごく写実的なお坊さんの像が東京の上野にまあたまたま来て。 博物館に行って見た時にこんな芸術があるのかと思ってすごいびっくりしてでそれからすごく一生懸命仏像を見るようになったんですね。最初ですから芸術作品として非常に興味を持ったんですけどはーはーでもそこから始まってもうそれにとどまらず京都とかその辺にもね、はい、こう広がっていったてという感じなんですね。はいはい やっぱり芸術をするよりもやっぱり何でしょうね、うん、存在としてのオーラみたいなものが非常に気持ちいいんですよね。うんうんうん、ああそうですね。えー、じゃあでもこれもね相当広い世界というか深い世界がありそうですけどね、うん、東京のやっぱりこう近代的なものが疲れてたんじゃないかなとは思います。徳島でで生まれ育ったものおさんとかが 子供の頃は本当にこうトントンとやってきてお米とかあげたりしてたような環境、はい、そうですそうですで割とこう身近に仏教というものはあったんですけどもうんなんかこう嫌だったんですねずっと10代までは徳島というものとか、はあ、仏教的な世界っていうものうそうやってこう反動で好きなものはポップスであったりあのハリウッド映画でとか、まあ、都,会で都会的なアメリカとかヨーロッパ文化にすごい憧れたんですけれども。 本当にもう3040ぐらいから揺り戻しっていいますかね<ー>今はこう日本とかアジアの古いものの方が好きです<ー>西洋的なものより原点回帰みたいなね多分そう思うんですねなるほど。まあでもねその遠ざけてた時期もあるから余計そのね、はい、反動も大きい、はいね、でもそれはいい反動な感じがしますけどねそれはやっぱり自分自身をもう一回 ちちゃんんとと知りたたいというふうふなな気持ちになったんですね、うん、もう50を過ぎたんで<ー>やっぱり自分が何者かを確かめて死にたいという気持ちはどんどん出てきて、うん、じゃあ先ほどの恋愛の話でもまあ自分のねこ、ね、し方をねくるみたいなところはありますけ、はいえー、それ、えー、まあ別のベクトルからそれもそうと思う,、うん、そうなんです、ね、今後作品として描いてみたいテーマみたいなものもその辺にこう絡んできますかね うん自分自身まあ結局作品は自分自身と密接なものなんですけれども、はい、表現したいものはやはりこの、まあ、大人のか力もそうですけれども私がみ自分の目で見て聞いてびっくりしたような。うんふんふん エピソードとかししたような人物をモデルにしてそういうものをなるべくそのままの形でこう表現したいなって、うん、逆に自分というものはなるべくもう消し去りたいというふうな気持ちが近いです自分の自意識とか作家の意識というものを。作り出すんじゃなくてすそうです,そうです もうあるものを整えて、でも私の中を通して出す以上、何か私のやっぱりこう作家性もの,、うん、ものは関わってくると思うんですけど、はい、なんかこう、じ自分の、なんですね自意識というものは、意識的にはもうどんどん消し去りたいなというふうに思ってますね。取り立ててこう、うん、自分のテーマとか、アピールしたいものっていうものは、もう出さないと思います。うんうんうん やっぱ人と人のとの関わりっていうのはう一番表現したいものですね。なるほどなるほどじゃあその辺もねぜひ期待していきたいと思います。はい、あの最後になりますが番組恒例の質問なんですけども、はい、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね高校3年の時の担任の先生で、はい、山下先生という山下先生はい、はい、先生で、うん、すっごい変な先生で <laughs> <laughs> なんか <laughs>。 授業そっちのけでなんかエロ話とかするんですね <laughs> それで科学の先生だったんですけど、うん、なんかいきなり自分の手に桐生さんがなんかッバッとかぶつけて「うん、これがキサンとプロテイン反応」とか「黄色くなるでしょ」とか言ってかなりエクセントリックですっごい変な先生だったんですよ、うんうん、でも型破りででもすごくこうなんだろう 人間としての温かみのあるすっごいいい先生だったんですよね高校3年の時に亡くなっちゃうんですよ突然ああ私たちの卒業式直,直前に脳出血かなんかで。ほうほう 傑作なのが、同窓会の時に集まった時に、もう20年ぶりぐらいの同窓会の時に、あ、山下さん亡くなって、本当にじゃああの卒業式の直前に亡くなって、あの、女子たちにも内緒にしたけど、男子全員で悔しがったことがあるんだよって、何って聞いたら、いや、お前らがな、高校卒業したら、絶対女を妊娠させない方法を教えてやるって言って。 そのまま死んだって,っっていう。<laughs> <laughs> なんかそういうね、高校教師とあるまじき人だったんですけど、やっぱりその山下先生から人間のパワーとか、人間っていうのは先入観とか、こう思い込みとか固定観念で生きちゃいけないぞみたいなことを教わったような気がしますね。だから私はもう真面目な女子高生として、なんだこの先生はと思ってたんですけど、今振り返って一番心に残ってるのはその人ですし、やっぱり人間、 たくとしてのパワーだろうなっていうふうなことは最終的にはその字のままで勝負なんだなみたいなそう思いますねそれをまあ身をもって教えてくださった、はいはい、そうかその現体験的なものがだから私は自分がびっくりしたものを人に伝えたいっていうのがなんか基本だと思います自分が体験とかじゃなくてラジオ版学問の詰 <laughs> 本日は漫画家の西門文さんにお話をお伺いしました先生どうもありがとうございましたありがとうございました ラジオ版学すす「スオ版学問のすすめ」スペシャルエディション漫画家のサイモンフミさんをお迎えしてお送りしましたいやサイモンフミさん、ね、恋愛の巨匠さすがですねさすがの洞察力いや本当にでも、ね、恋愛は すべからく個別対応なんだというところ、まあ、動物としての本質はそこにあるということなわけですねいや本当に自分の越し方もちょっとね振り返ってみるべきかなという感じをいたしました番組ではあなたからのご意見ご感想もお待ちしています番組のホームページ www.jfn.co.jp スラッシュ「すすめ」からお寄せください また番組ではツイッターもスタートしましたアカウントは学問アンダーバースめまたはラジオ版学問のすすめでツイッター検索してください番組ホームページには番組ツイッターへのリンクも貼ってありますオンエア情報ポッドキャスティングアップロード情報ゲスト情報など続々とつぶやいてまいりますのでぜひフォローしてください次回の学問のススメは心理学者の加藤泰造さんのお話をお伺いします ラジオ版学問の勧め本日の授業はこれにて終了生徒は私蒲田健でした